いやもう11月か。いよいよ本格的に寒くなってきたから、熱々のあれを食べよう。名古屋でも人気の高級中華チェーン店の町中華ブランドらしいから、味はお墨付きだよね。期待しちゃうな。こんにちは。こんにちは。一人です。はい。はい、ありがとうございます。東海地方を中心に展開する浜遊の新業態、中国食堂浜遊。この中国食堂定食をいただきたいです。はい、かしこまりました。はい、メインのお料理もお選びいただけるんですけど、はい、どちらにしましょう。メインは3つから選ぶんですね。そうですね、はい、この四川麻婆豆腐。麻婆豆腐、はい、お願いします。はい、その名も秘伝の四川麻婆豆腐。3種類の山椒に自家製ラー油、鷹の爪をブレンドした辛さが自慢。熱々の土鍋で豆腐が踊ります。お待たせいたしました、はい、中国食堂定食麻婆豆腐です。グツグツですね。はい、出来たてです。いやー美味しそう。よっしゃ食べよう。餃子や卵スープ、ご飯がセットの中国食堂定食。山椒とラー油の香りが食欲をかきたてます。暑いね。おいしい。辛みがガツンときました。口に入れた瞬間に体感温度ガッと上昇しましたね。くわ辛み効いてるな。辛いんだ。ちょっとご飯で調整しよう。だいぶ来てましたね。ご飯だよね。そう、ご飯とめっちゃ合うね。これこれ。麻婆豆腐以外ではニラレバ炒めや鶏の唐揚げネギソースがチョイスできますよ。中国食堂浜遊は地下鉄名城線茶屋ヶ坂駅から徒歩1分です。熱々、レンゲも汗も止まらない。汗だくうましゅん。